皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの刺身です。アボアボ。ポンちゃんです。ショータイムゴルフの翔太です。翔太です。はい。ということで。何にイライラしてる。なんかイライラしてます。ということでね、今日は、はい、なんとね関東からスペシャルゲスト、はい、ショータイムゴルフの翔太くんに来てもらってます。わざわざね遠い兵庫県の関西クラシックゴルフクラブまで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ちょっとね試合の前にわざわざ来てもらってます、はい、ありがとうございます。今日本番ですからね。あ、今日本番アナースアナースということで、あと惰性で明後日に向けて、はい、やってくれよ。くないな、はい、ゴルフハマってるんでしょ試合頑張ってほしいなと思いつつ、はいはい、今回撮ってるんですけど、関西クラシックゴルフクラブさんで、前半はね僕らの個人戦をお届けして、はい、で後半は、3人で力を合わせて、まあ、27を目指そうという、はい、まあ、ショータイムゴルフさんオリジナルの企画でございます。オリジナルではないですね、はい、別に、はい、誰でもできますこれ、はい、元祖。そうですね、元祖。ちょっと著作権あるんで、あの今回特別に許可いただいて、27、ね、フリーです別に、はい、著作権もないです。フリーオーバー、はい、フリー素材はい、フリー素材です。フリー素材です。はい、ということで、まあ、楽しくね、はい、楽しくかつ真剣にね、はい、やるためにちょっと皆さんに27で回れなかったら、はい、まあ、視聴者の皆さんに、僕らから1万円分の商品券をプレゼントということで、それだけが唯一ずっとモヤモヤしてるわ。うま、なんであげないといけないですかね。なんで視聴者に厳しいな2人とも勝手にしいな。まあ、ね、僕ら気引きしてもらうじゃないですか。だってそれなかったら、だって最初だってパーだったでしょ、あれ多分。確かに、そうですね。そのおかげでね、締まり良くなってるんで、こっちは。キュッてなってるんで。筋トレ。ということで、はい、じゃあ、このホールがまた3ホールですね。今回3ホールなんで、はい、始めましょうか、はい。よろしくお願いします。あっす。なんか言った。このホール。ニャイチ。打ち下ろし込みで171。ニャイチ。これ8でかい。でかそうっすよね。9あるな。でも奥にぶち当てれば大丈夫ですもんね。大丈夫。僕7でいけます。お、これいいんじゃないですか。絶対でかいわ。あ、やっぱでかいっすかね。160ちょいぐらい打つか。9持ってきたんですけど、いいですか。あ、すいません、じゃあありがとうございます。多分9で。9で多分いけるよな。9で普通に振れば。まあまあフォロー吹いてるから。ちょっと振っちゃったな、これ。やば。見えへん。あ、弱いな。ガッ！あ、弱くない。おー、いった！あ、いってるわ。余裕じゃないですか。ダフって9番で170。うわ、でもあれだとバーディーきつい。ダフって9番で170。頼みます。サムネできた。前半3アンダー男は。まあ任せんしゃい。僕も9で行こうか。お、これいい。筋ってる。ゴーゴーゴー。え？過信してました。あれ？ちょっと、はずいっすね、今。ちょっと筋トレ足りてないっす。はい。ちょっとはずいっす。ちょっとだいぶはずいっす。9で打ってね。ショートさん。はい。気まずいっす。気まずいラウンド来た。気まずいっすね。気まずいラウンド来た。これは。これは気まずい。過信してる時って一番気まずいっすね。なんかフォローあんま吹いてなかったな。マジでいったと思ってました。ま、バリ気持ちよなっとったバリ気持ちよなっとった。フィニッシュ決めてましたもんね。フィニッシュ長かったな。なんか明らか弱いからゴーって言うていいんかなって思いながら。もう俺はさ、もう入るかなってちょっと思ってたからさ。バリフィニッシュ決めたって決めてたね。まずいなこれ。バリハズイ。これまずいよ。これまずい。いやでも翔太くんがあそこに乗せてくれてるのがでかいわ。翔太くん今日入ってないからな。そうなんですよね。さすがにね、ちょっと飛行機疲れが。そうそう、いや、関係ないっすよ。気圧がね、全然違うし。いやでもさ、俺前茨城行った時めっちゃ飛行機疲れあったで。
ありますよね。いや、やっぱしんどいっすよ。なんかふわふわしてますよね、うん、関西のゴルフ場ってやっぱ狭いです。狭い。あ、やっぱ狭い。激狭。激狭じゃないですか。でもここ広いでしょ。ここは広い。カンクラめっちゃ広いんです、うん、関西で初めて広いコースでもあってマジでだいぶ届いてないな、あれ15か20ぐらいです。まずいわ。135やった。それは言い過ぎ。多分100、ちょうど155ぐらい。あんまフォローなかったっすね。いやー、でもちょっと過信してましたね。もうちょっと振らなあかんかったな。あ、でも意外と近いな。そう、翔太くん距離ぴったりやから。ナイス。さすが。僕は9番です、ちゃんと。はい、僕実は P 持ってました。あ、間違えました。僕からいきますね。やめようや、そういうの。いや、翔太くんからいこう。いきますね。お、いいの、この流れで順番変えちゃって。あ、どうしよう。いや、これは変えない方がいいと思います。ボアさん、ボアさんでいこう、うん、俺適当に打つからライン見といて。適当に打ったから、ね、一番初めが気楽だな。そうそう、気楽やな。あ、ミスったわ。あ、いいな。気楽すぎて腹減ってきました。そのポジションいいな。来た。うわっ、えぐっ。最後、勝ち切れした。でもナイス。うん、見ましたよね、皆さん。見ました。よし、パーは取ったぞ。結構切れたな。最後が結構切れた。これ入れたらやばいな。弱いよ。いい、うまい。うわー、バカ。ショートダメでしょ。でも狙ったところは良かった。おっしゃ、あかんかったか。諦めんな。バカ。俺一番履いてるが今日。早くね。全然信じてないじゃん。彼ね、そういうとこある。仲間を信じる。ここに強気で打ったらいけるな。よし、頼む。緩んだ。緩んだ。あかんわ。なんか打たれへんかった、このロケーション。やばい、パーだ。やばい、早い。あ、でも次イーグル取れるからね。あ、ほんまや。うん。どうなんすか？イーグルホール。パー5。次パー5、イーグルホール。いや、これちょっと取り返しましょう。僕イーグル取ってるから。全然打てへんだ。この風チャンスやな。この風はだいぶチャンス。しかも翔太くんがいる。翔太くんが思うプロになって変わったこと。変わったことないっす、別に。そのまま。あ、でも番組呼ばれましたね、プロとして。あ、そうなんですか。はい、もう一個だけいいことありました。あとはなくないですか。 あとゴルフ場安く回れる。あ、まあまあ、そうですね。はい。お、ティータが。振った。ちょっと珍しいやん。T 低いやつやってからめっちゃ調子良くなってる。いや、そんなもんやけど。え、そんなもん。うん、めっちゃいいじゃないですか。あざあざ、勝てるかな、あれに。あの、さっきでも見てる感じ、普通に振って勝てた。ごめん、1個増やしてめっちゃ当たり悪い。あ、そうな、うん、めっちゃ良さそうやったけど。ちょっとヒールこれ、あ、これね、左のバンカーの上ぐらいでいいかも。あ、本当ですか。オッケーです。あ、まあ、吹き流し方向行っても多分フェアウェイはフェアウェイと思うけど、まあ、とりあえず。うわー、うわー、ちょっと右か。いや、ナイスナイス。これいいよ。いいっすか。うん、えぐいんちゃう。これ当たったっすね。楽やな、あれ打ってくれた。楽やわ、ほんまに。何してもいいやん。もう左の木って邪魔ならへんの。いや、フェーダーにとってはめちゃくちゃ邪魔やろ。邪魔よな、これ。うん、俺最近なんか捕まった球打てるから。ボンちゃん、あれ見えてました？アンキー、めっちゃ意識しました。そうでしょ。ペラ打ちます。そうだ。おーい、うわ、これも右や。
風か。めっちゃ流されてる。ナイス。えい。いや、ティーショット採用されない。すごいな。飛んで曲がらんのはすごいな。飛んで曲がらん最強やな、マジで。いや、今良かったな。でもプロテスト緊張しました。いや、めちゃめちゃ緊張しました。あ、そうなんですか。え、しないですか。いや、めちゃめちゃ します。しますよね。いや、僕らとかめちゃめちゃするけど、いや、なんか翔太くんはなんか全然緊張してんのかなみたいな。結構苦笑心者なんで、やっぱり、残りのホール全部ボギーでも大丈夫だってなった瞬間に楽になりました。あー。いや、でも、ね、まあ、そうやな、はい。テストはちょっと独特やもんね。調子はどうやったんですか。調子はめっちゃ良かったです。あ、良かったんですね。来年受けたくねえなと思って、その一心で。それが間違いない。一瞬でだから。クラブプレゼントが全く当たりません。ああ、まあ多いから。僕らもAmazonギフト券プレゼントとかやってるんですけど、結構来るんでね。来ますよね。うん。ま、みんなにあげたいのはやまやまやけど。そう。金玉ボールどこまでいってる？金玉。おお。えぐい。いいですか？江口エッジ、あの150の冬の横。え、何番でいけるのあれ。200や。200ぐらいですか。200ぐらいですかね。まあ、もうちょっとあるかな。ボンちゃん、やっぱ当たり悪かったんだ。当たり悪かった。翔太くん、やばいわ。いや、ちょっと悔しいな。今日飛距離全然1回も勝ってない。いや、そこだけはちょっと勝ちに来ました。スコアは別にいいんで。翔太君、ここに落ちてあんなラン出てんねや。違う、自分のやつだから。でも筋トレやってショートゲームとかそんなあれですか、同じ感じで打てるっすか。あ、全然変わんないですよ。あ、逆に良くなりますよ。あの土台がしっかりして、へ、ブレないです。パターとかも。うわ、ぜ、あ、ちょっと待って、180しかない。フォロー、いや、横じゃないですか。左からやな。6で僕のボールでいきます。ちゃいます。いや、これね。あ、はい、あ、それは当たり前やから。それはそう、それはそうっす。紛らわしいな。うお、これめっちゃいい。風をください。来たやろ。ナイス。わーし。うわ、ナイス。うわ、ストップ。あ、ちょっとでかいっすか。いや、横やと思うっす。大丈夫っすか。え、なんかピン当たらんかった。当たった。当たって、当たってないでしょ今。めっちゃ嘘つくやん。目がええな、刺身は。めっちゃ嘘つくやん、さっきから。あ、全然当たってなかったな。魚眼。魚眼。ちょっと7番で。魚眼レンズで見てるから。左やった。左やな。噛まれてボール見えないじゃん。翔太君優しいな、あんなんで動く。いつまであの球使ってんの。うわ、しくった。風、手首返った。ああ、あ、あ、やば。え、7 7、マント 7? 勝ち飛びやん。でもあのハンドファースト具合羨ましいよな。俺まだ 7持ってまださ。まだ俺ショートすんの嫌。手伸びしてんの。何番？ 9? 6にしよう。6で4点変えたの。それはええやろ。そこは大丈夫ですよ。いや、またなりそうやねんな。いや、寄ってくれればいいんですよ。うん、俺はまあまあいいから。そうやろ、ボンちゃん距離いいよな。うん、ベタっと行こう思ったらやっぱ7とかの方がええかも。いや、フォローないよなこれ多分。ナイスナイス。6で。ええぞ。これいいんじゃないですか。キックしよう、左に。おい、おー、来た来た。え、これ入ったあるよ。マジでやばない。入ったあるよこれ。結構良さそうやな。いや、バウンドがピンに向かってったよこれ。アナース。アナースは誰が産んだんですか。あの、エンター豊田っていうゴリラが。ああ、はい。エンター君会いたいわ。ちょっとそうっすよね、今度エンター君会いたいな。エンターとやりましょう。エンター、いや、そしたらカン君また怒るんで。一回カン君挟んでからちょっとエンター君行きたいです。全然ノッケーって言われる。OK じゃないってことですよね。ノッケーめっちゃハマってんな。もうでも結婚の話めっちゃ多いですね、翔太君の質問が。
そんな聞きたいんだ。決め手とか、決め手は別になんかこの人がいいって思った決め手あったんですか。なんすかね、やっぱ唯一心を開いて喋れるの。カットで。あなカットすな。ここはカットすな。カットですね。バッサリカットで。カットすな。バッサリすな。え？どう待って。わあ。これいける。2つのめっちゃいいじゃん。俺 OB じゃん。俺 OB じゃん。喜んで OB に飛んでいきましょう。あいつかわいそうやな。ついにお別れか。金玉がなくなってしまう。嬉しげに入っていったけど。あ、チャンス？生きてる生きてる。どこ。あ、おった。やった。しつこいって。変えた。さすが生命力の塊。生命力。さすが変えた。生命力の塊。めっちゃ跳ねてたけどあれ。どこに跳ねたん？一番嬉しそうな顔してる。ありがとうございます。ボンちゃんやなこれ。よし、ガニ刺す。俺の下りやもんな。ボンちゃんやな。下りもありやけどな、歌んでで。いやいや、でも距離もそっちの方が近いわ。いや、ラインもこっちじゃないですか。うん、これ結構最後切れそうですよね。そうっすね。うわ、惜しかったなこれ。いや、マジ惜しいっすよ。どっちよこれ。フック、フックか。フック勝つよな。いや、ここは取り返そう。オーバーしましょう、さっきのあれ。はい、やばいんで。来た。うわナイスパットだけどな。ナイスパット。あざ。結構切れたな。尾崎。尾崎。翔太。オーバーしよう。でも頼む。Aラインやこれは。来たぞ。うまい。来たぞ。うまい。来た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 。イエーイ。来た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 。イエーイ。ナイス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 。来た。取りました。震えた。いやー。しびれました。ナイス。アナス。アナス。さすがこんな時も冷静にアナス。銀玉男ナイス。銀玉ボーイ。金玉ボーイ来ましたよ。いや今のはないっすやな。これでかい、これでかいよ。しっかり打ててた。取り返した。さっきのバーを俺の番くんの嫌やった。嫌やなあれは。あれは二連ちゃんでまた外す未来が見える。やっぱ金玉のおかげですね。今金玉は喜んで入ってたな。いやナイスイーグル。取り返した、すぐ取り返した。これで分からんくなったよ。ただもうパワー5は残ってないから、ここからコンプリートしないと。こっから視聴者に1万円あげなあかんくなるよ。絶対嫌。嫌だねこれは。俺の知り合いにやったらいいけど。俺も視聴者やからさ。もらおうとしてるもしかして。俺も応募できんのかな。応募しよう。俺も応募しようか。俺が選ぼう。ここから上げになるから結構頑張らないとな。うわー、ナイスイーグル。やばいな。浸ってます。よいしょ。うわ、現役時代の鋭いドロー。カザめっちゃ飛んでるやん。朝。なんであんな飛ばへんの。いやいや飛んでるんちゃう。あれ飛んでる。いやあれ飛んでるで、翔太くんより。いやめっちゃ飛んでますよ。翔太くんよりは飛ばんけど、申し訳ないけど無理や。うわー、ミスった。これ意外と見やすいね、あの球。最悪だ。慣れてきたんだ。あー行くね。マジで行くわ。すごっ。ちょっとここは戦力になんねえな。モンちゃんに負けそうやな。2割やでこっちは。じゃあ1割で。フルでいけ、フルで。うわあ、キックしてくれ。頼む。キック。うわ、飛んでない。ガチで飛んでない。気まずいっす。
気まずい気まずいラウンド復活気まずいです復刻版気まずいラウンドボンちゃんより飛んでないじゃないですか気まずどうしよう気ま俺に言われやのに翔太君結構フックグリップやばいっすねちょっと直したいっすあ直したんやなんかあれ羨ましいなと思って本当ですか僕すごいフックやってもっときつくてドローが、はい、あのフックグリップであんだけいいドロー打てるんやったら打ちたいな結構僕強烈ですか いや全然こう上げた時にあれはどういう感じフェースがこうなんていうの僕にない感覚あ外国人センスセンスおるよね最近あいますねこう来てめっちゃこう来る感じはい羨ましいでもなんかあのドライバー構えてる時もちょっとなんていうのフェース立ててる感じあるそうそうなあそれは別にない多分無意識ですねもう無意識、はい、いやあれは立ててます僕なんか立ててるように見える、うん、ああマジっすかよくないんだよ多分いやよくないことはないでしょ血管だけ出てるから、まあ、飛んでるからうん飛んでるし曲がってないし、うん、大丈夫ちゃいますあれしたいわフィニッシュでピタッと止まるコツはって言ってますコツ止まってますかね止まってる結構止まってる本当ですかうんコツなんか翔太君って結構バランスいいよねなんかその場でくるんで回る本当ですか、ね、うんうん、いや考えたことないですよスイングでそうなんやえ、そのスイングはじゃあもう昔からずっともう自己流であ、自己流なんや自己流ですねえ、昔外国に行ってたのアメリカにそうです、アメリカに行ってまあコーチには習ってましたけどへえ。でも帰ってきてからは自己流みたいないや、高校卒業してからはもう自己流ですね別にそうなんだ大学時代も別に習ってないですねえ、そのアメリカ行ってたのいつ高校、大学行ってましたやっぱでも環境全然違うんじゃないですかやっぱ最高っすよ向こうね金あったら行った方がいいっすね金あったマジで金かかるから行こうかな金しかかからんやろ金しかないからさ言うてみたいもう金しかねえから困ったなこれボアさんやなボアで行くボアさん採用でよし僕の採用で行きますバリ静かい139あといやナイスフェアウェイですねこれは9で受けグリーンやからねしっかりピンまで飛ばしたいですねきたうわ軽いあれお来た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 ナイスナイス波乗ってる朝入ってんちゃうかなこれ風あります風どうか139ですよね風上げ139ってことは150ぐらいですか坊ちゃん何番 9か150ぐらい俺9番持ってるんですけど大丈夫ですかちょっとフルはでかいっすね多分やばアイアンクソだなあ、どう大きいかな9で右からのアゲンストうまいおうま仕上がってるなナイス、はい、アナースきたアボナイスやなえんちゃううまいわあいやうめでも関東の試合とか出ないですか出たいんですけどねなんかそのだいたい知る頃にはみんなあのエントリーし終わって教えてくれるんですよああだいたいエントリーできないですでもまあ行きたいんですけどねほんまに、まあ、また行くときやったらお願いしますよボアさんボアさんも来てくださいうん行くわ絶対行かへん目合わさへん全然目合わさへん絶対行くわあんま行かないですか関東とか、まあ、ボアさん彼まあ家庭もあるしねあ家庭好きなんでそうか茨城も日帰りできたもんなそう子供がいるしうわ2人うまっうわいいちごが子供みたいなもんやもんな4万人育ててるから子供の数ギネス記録あざどっちや刺身か下の方ちゃうボンちゃんは下の方えまさかのよしボアさんボアさん連続採用ナイスアナスアナナイスボアこれ入れたらもう一人でバーディー
ほんまや、一人バーディー。いやそれはさすがに申し訳ねえ なんか下品やもんな。そうっすね。そこはうち上品チャンネルやもん。ボアさん、ファイト。大丈夫っすって、そんなそんなやらんでて。ミニガッテムすな。ミニガッテムすな。なんでやってんすか。カップ逃げてるって。俺は売ってるやろ。これでも結構むずいな。ちょっとスピード重くなってきたよな。本当ですか。それはあるな、ちょっと。なんかここ大事やな。うまい。ナイス。さすがやわ。うまい。打っとく。え？あ、打とうか。練習。練習しようか。練習しよう。5アンダーで。よしよしよし。いやすごいわ。めっちゃいい感じ。いけんじゃん。なんかいけそう。いけるわ。おー、耐えた。耐えた。よーし。よっしゃ、いいぞ。よっしゃ。ここでマイゴルフは終わりやな。はい。これじゃあいいショータイムさんにこう楽しみがねこう、はい、残りましたね。いい感じに繋げましたね。残りの動画に。はい、翔太くんがやっぱ決めるとこ決めるわ。やっぱすごい。さすがや、持ってるわ。今日にかけてた言ってたしな。今日にかけてるんだ。さすがやわ。ということで、マイゴルフでは、はい、今回の動画をもちましてショータイムゴルフコラボ2回目、終わりということで、はい、ちょっと寂しいですけど、またね残りの4ホール、はい、こちらショータイムゴルフさんの方で放送させていただきますんで、ぜひ皆さん見てください。そしてね、またあのもしよかったらねコメントの方も、残してってもらえると嬉しいです。またね皆さんの、温かいコメントがショータイムゴルフさんとコラボする、まあね、こう熱意に変わると思うんで、ぜひお願いします。お願いします。で皆さん、僕らの YouTube だけじゃなくて、ショータイムゴルフさんの YouTube もねぜひチャンネル登録お願いします。してください。お願いします。よろしくお願いします。ます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。